続いて神奈川県36歳女性美容師の海さん。海さん、パーマとカラーとトリートメントを全部やるとそこそこの時間がかかるんですけど、はい、時間がないから急いでくださいと言われることがたまにあります。 ありますね、はい、だったらさ、時間に余裕がある時に来てよ。急いでって言われたって手は抜けないし限界がありますよ。これが本音です。これはもうお客様側の勝手な言い分ですよ、本当にね。えこれ言っちゃうことが、で急いでねって言われちゃうと、はい、美容師さんだって、ええ、やれるだけやりますって答えるしかないじゃないですか、はい、いやいや先に言ってくださいよ、急げませんとは絶対言えないから、ええ、なんか変なくしゃっと感じになるけど、だからもう予約受けたまわった時に言うのが一番いいんでしょうね、はい、あこれだけしか時間がありませんってことですか。いやだからその言われた時にどういう風にしますかって、うんうん、でも大体時間しか言わないか。でもそんなことないよね、うん、どんな風にしますかね。カットとしかも自分が行く側だったらそんなにさ、はい、カラーリングとパーマとトリートメント、パーマとトリートメントだと女性の方どうなの。一応それぐらいのやらなきゃいけないことがあったら言うわけでしょ、うん、言います。カラーとカットとトリートメントお願いしますね。その時にじゃあ何時ぐらいからですって空いてますってなった時にさ、はい、その時にさ最低でもおそらく、うん、急いでも2時間半はかかると思っといていただけても大丈夫ですかって、あ先にジャブ打っといた方がいいかもしれないですね、予約の時に。そうそう、髪の毛の長さとか実際見てみないとわからないものもあるかもしれないですけど、うん、いや最近はでもウェブ予約とかも多いので。なるほどな、うん、オンラインでウェブ予約ね。そう全部電話なわけないぞと。そうですよ、おっしゃる通り本当に、うん、じゃあもうお客さん側である僕らが気をつけましょう。はい、急いでくださいは基本なしということで。じゃあ急いでくださいって言い方が悪いんだよね多分いきなり、うん、時間がないから急いで、時間がないからちょっと急いでもらえますかって言うよりは、これってどれぐらい時間かかるもんでしょうかって僕らサイドがまず聞いて、はい、3時間はかかると思いますと、あ本当ですかってちょっとだけ雑になってもいいんで急いで。いやそんなそんなことは、歯医者とか全然あるよ。いやいやいや美容室も全然あるよ。それは美容師さんにも失礼じゃないですか。そうなの、うん、俺もう全然会ってなくていいんで。それはなんか言わない方がいいと思いますよ。歯医者でも、歯医者でもちょっと歯医者さんにも失礼です。いやそれ時間ない時とかあるじゃん。雑でいいんでっていうのは本当に言わない方がいいですよ、技術職の方に。本当いやいやいや、だお互いの折衷案でさ、折衷案いやもう本当に時間ないなって時あるじゃない。そこも第一に雑でいいんでっていうのは、いや、よくないですよ。歯医者さんで雑っていうのも本当、大問題ですよ、なんか。そう、うん。歯医者も髪の毛もタトゥーも俺大体雑で大丈夫ですっていう。タトゥー入ってんですか？タトゥー。タトゥー入ってましたっけ？マンボウのがね、その天使の羽みたいに。見えない、透明のタトゥーが。うん、そうそうそう。肩甲骨のところに2匹で、ね、外向きに。はい。マンボウが入ってるけど。あ、そう、言わない方がいい。あ、わかりました。気をつけます。うん、本当に、ハンコ。はい、そしてツイッターでいくみさん、いくみさん本部長雑でいいとか最近で一番笑ったわ。いやそう、そんなに変変ですよ。あーそう、結構言うな。まあだって自分が言われたらどう思います。雑でいいんだと思う。いや例えば、はい、時間ないから脚本雑で大丈夫ですよって言われたら、いやこんなに楽な仕事ないの。え嘘、なんでよ、同じお給料でよ。うわ、じゃあちょっと5分尺が足りなくてさ、うん、5分適当に喋ってって言われるのも。いや全然いいじゃない、適当に喋ってなんて。そんな喋りやすいことない。あと5分あるからもうバッチリ番組の最後締めてって言われたら。そしてロトさん、本部長それは芸人さんに面白くなくていいからなんか喋ってっていうのと同じじゃないと。そんなハードル下がることないですよね。え？そんなに楽な戦いないでしょ、だって。そういうことですか。まあ、ムカつくとは思うかもしれないけど。いや、雑でいいんでなんて僕仕事全ジャンル嬉しいけどね。嬉しい。はあ。そうなんですね。その、丁寧にやってくださるじゃないですか。皆さん当たり前のように。すごく。でも、
時間がないなっていう時あるじゃないですか、はい、でこっちのせいもあるじゃない、さっきみたいにさ、うんうん、こっちが歯医者さん30分で終わるって勝手に思って行ってて、毎回大体30分ぐらいだけど、はい、今日なんかいつもと違って少し伸びてるなっつって、うん、40分ぐらいかかってるとすでに、でそうなってくるとさ、次の仕事やばいなってだんだんこう思い出してきた時には、はい、あの本当に失礼なんですけども雑で大丈夫ですんであのって髪の毛も歯もタトゥーも全部そうよ、だからタトゥーそれはでも本当にダメなんでしょ、うん、失礼なんですよね、失礼 なんつったらいいのそういう時って、えじゃあ急いでくださいっていうの、いや急いでください、うん、時間こっちないんですってさ、もし言うんであれば、はい、まあさっきまでもそうだけど、まあ、言わない方がいいじゃない、極力いろいろ時間余裕持って行った方がいいわけです、うんうん、でも実際そうなってしまうこともあるじゃない、でその時に時間ないんですよ本当すいませんって言う時に何達したらいいわけ、理想は何時に出たいですここ、はい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 、今、ちょうど5時51分になりますけども、うん、僕どうしても55分に出たいんですよ、本当に申し訳ないですこっちの都合なんですけど、それなんでこっからもう雑で大丈夫なんで、はい、いやだからもう一回置いてもう忘れてください雑ってワード、だからなごめんなんていうのそのさ終わらなそうだなって、このまま丁寧にやっていただけたら55分に終わらないなっていう時はどうしたらいいの俺じゃあ、なんつったらいいの、走り逃げればいいわけ、いやいやそれもダメですよ、もうそこの時間内で十分ですのでっていう感じ、なるほど8割ぞれぐらいで大丈夫なんだよってことで、一応どういうことよじゃあそこまでってどういうことよだから55分までのできる範囲で大丈夫なので、上の歯だけ綺麗で大丈夫ですんでってこと、いやそれ結局さ雑でいいんでって言ってんのと一緒じゃないの、違うのまた改めて伺うのでとか一言はい、わかりました、大変失礼いたしました、はい、すいません